ということで今日は、タイをねさばいていきたいなと思います。で尻尾から頭に向けて鱗をね取っていきたいなと思います。これでねとりあえず OK です。そしたらねちょっとねさばいていきたいなと思います。で早速ねまずこのヒレの部分からね胸びれから頭にかけてまず切れ込みをね入れてってあげますね。こっちもここのね頭の部分はあの大きい魚はねなかなか一発でね落とせないんですけど、このねあの骨と骨のね間のところにいくつかね見ようかな、いくつかねこのあの切れ込みがね入ってるんで、そこにね包丁入れてあげるとすぐにこう落とせます。これは釜焼きとかあのかぶと焼きとかまあだしにもねなりますし、食べる部分は少ないんですけどあのいいおだしが出たりして、あのこれはこれとっても美味しいんで、ぜひねあのタイはね骨も含めて全部召し上がってもらえる食材なんで、日本の場合頭をねあの右に置くことが多いんで、こうかな、うん、右に置くことがこう多いんで、こっちのね麺のことを上身って言うんですけど、上身とね下身だとマグロは特にあの大きい200キロぐらいかな、マグロの場合体重差があったりするんで、まあ上身の方がね高値で取引されたりします。まあタイの場合は上身と下身そこまで差が出ないんですけど、まずはねあの下身の方からさばいていくイメージですかね。でこのお腹の部分にヒレがあるんで、ここにあの歯を当てていくと下にね絶対入っていかないんで、で尻尾にかけてはね少しこうあの歯を立ててしまうと抜けてしまうんで力を抜いていくイメージですかね。でこのままあの下のね骨にこう沿っていきながらね当てていきます。で基本ねここにねコブがあるタイがね結構いるんですけど、これはねなんでコブができるかっていうのは未だによく分かってないんですけど、コブが張った方があの市場ではね美味しいとされてますね。僕の体感的にもコブがあった方が力強さがあってよく動いててね、あの味はね絶対的にいいです。こっちもそうですね、このヒレのねところはね歯を立てて大丈夫なんで、ヒレのないところはねあの下に抜けてしまうんでね力を抜いてってもらって、でここからは真ん中のね背骨の骨をね見つけてもらって、そこにね歯を当てていくようなイメージで滑らせてもらえれば、ここまで行ったら尻尾の方に一回抜けて、で頭の方に向かっていただくもイメージかな。ここにねコブがあるんで、これタイコブって言って、まあ普通はね1個2個ぐらいしかないですけど、このねタイは今日3つあるんでね、3つあった方が味がいいってことはないですけど、コブがあった方が確実に味はいいんでね、これ一つなんか美味しさの目安だと思ってみてください。で裏返していきます。これもね今度上身ですね。このヒネの部分から最初に入れてもらって、さっき見てもらった通りね、あのここにコブがあるんでね、ちょっとねこのコブの部分は上手に歯を立ててね外していきながら、で背骨まで来たら尻尾に抜けてもらって、こっちもね歯を立ててもらって、こんなイメージですかね。真ん中の骨とかもすごくねいい出汁が出るんで、家はねどうしても雑菌がねまだ残ってるんで、ここはねだしに使ってしまうと雑味になってしまうんで捨ててしまって、ぜひこれ取ってきます。そしたらここの腹骨ですね、腹骨の部分から
ここはね、あのいくつか骨があって骨の入ってる角度が違うんで、こう一個一個骨をね舐めるような感じで、こういう状態ですね。でここまで来たら、ここから左手をうまく使ってね引っ張ってもらうと、この縁側の部分がきれいにこう、ね、外れていくんで、ここが縁側の部分ですね。で裏返してもらって、ここにね背びれの方の縁側がついてるんで、この縁側も外していきます。でこの縁側の下の部分、ここにねちょっと繊維質な身があるんで、ここもね包丁を使って部分ですね、見えますかね、うん、ちょっとね斜めの線が入っててね、こういうところ見ながらねちょっと普段味見ていくんですけど、うん、まだね身が生きてるんで、すごく弾力もあって香りもまだありますね。で最後、うん、このまあここね骨外、小さいねタイだと骨外してもらっても大丈夫ですし、大きいタイとか大きい魚はねここ柵取りしていくんで、この中骨の部分を外していきます、うん、今度腹側ですね。最初に切れ込みを入れてあげて、あとは骨からね左手うまく使って引っ張ってってあげると身にねストレスかけることなく綺麗に外れてってくれるんで、もうこれでねフィレの状態まで仕上がったんで、あとは切りつけていきたいなと思います。切ってね酸素と触れることでまた魚のね奥行きが一個グッと上がるんですよ。煮るとか焼くとかねと一緒ぐらい切るっていうのはね究極の調理法だと思ってるんで、これ温度管理できる現代だからこそ表現できるやっぱ究極の味わいかな。